蘭子の女中暴行ランコの家を出て細い通りを半丁ほど行くとにぎやかな電車通りがある神谷と熊井と蘭子の3人はその大通りの人道を肩を並べて歩いていた蘭子さんあんた田舎娘になりませんか いやお手の物のメイクアップでもってポットでの田舎娘に変装するんですよできるでしょう熊井青年は実にとっぴなことを言い出したそりゃできないこともないけれどそうしてどうしようというの蘭子は毎日の送り迎えでこの豪傑青年とは仲良しになっていた。 全くおあつらえ向きの話があるんです実は僕の母がその本人から頼まれてそういう田舎娘を探しているんですがねなかなか思ったようなのがないのですちょっと風変わりな方向口なんですよまあ、私ご奉公するのええ、そうですようまい考えでしょう。あんたが今知り合いのところへ逃げたんじゃ 結局、恩田に見つかってしまうに決まっていますよ。そこを裏をかいてですね、敵の思いも及ばない大飛躍をやるんです。田舎娘に化けて、全く関係のない他人の家へ奉公しちゃうんです。ね、神谷さん、どうでしょうね、この考えは。神谷は旗と膝を打ちたいほどに感心した。 いかにもレビュー劇場の事務員らしい奇想天外突飛千万の考案であったがそれだけに敵の目を欺くのには申し分がないそいつは面白いねなんぼなんでもランコちゃんが女中暴行をしようとは気がつくまいからねしかし女中さんとなると使い歩きをさせられるだろうがそいつがちっと心配だねいや ところが塀の外へは一歩も出なくていいんですその先方の家というのがまたひどく変わっていましてねちょうどおあつらえ向きなんですよ家の周りには高いコンクリート塀を巡らしその上にビール瓶のかけらが針の山のように植えつけてあろうという実に厳重な構えで主人は年が年中一間に閉じこもったまま一歩も家を出ないのです。 その主人好きのまあ話し合いって駒使いといった役目なんですよまあ妙なご主人ね年寄りの方なの蘭子もこの奇妙な話に釣り込まれてだんだん乗り気になったところが若いのです蘭子さんと同い年くらいでしょう <laughs> いやご心配には及びませんその主人というのは 娘さんですよ。しかも,片はものなんです。顔に何か不具な箇所があるとかでいつも黒い覆面をかぶっていて誰にも素顔を見せたことがないという極端に内気なお嬢さんですそんな生活をしているものだから話し相手が欲しいのですねもっとも老人の執事かなんかが一緒にいるんだそうですが老人ではお話し相手になりませんからね お金持ちなんだね。そうですよご存知かもしれませんが高梨という氷菓子の一人娘ですが23年前に両親に死なれてしまって今では一りぼっちのかわいそうな片はものなんですお嫁入りはおろか人に顔を見られるのも嫌だと言ってそういう孤独な生活をしているんだそうです今も言うようにお父さんの商売柄 泥棒の用心にかけては実に厳重にできている家ですから蘭子さんの隠れ家にはもってこいですよいくら人間表でもあの大きな鉄の門を破ったり針の山みたいな塀を乗り越すことはできないでしょうからねなんというおあつらえ向きな話であろうこの男豪傑青年にも似合わないうまい知恵を出したものだ かわわいそうだわね。なんだかそのお嬢さんとお話ししてみたいような気がするわねえ神谷さん私思い切ってその高梨さんへ奉公しちゃいましょうか蘭子は孤独な娘さんへの好奇心も手伝ってますます乗り気である僕もそいつは明暗だと思うねちっとばかり突飛だけれどそのくらいのことをしなければあいつの目を逃れるのは難しいかもしれない。 女が捕ままえられれるるでの間、君はそこに隠れているのか神谷もこの奇妙な計画に一種の魅力を感じていたそううなすす。っちゃどうですあいつが捕まり次第事情を打ち明けて暇を取ってしまえばいいんだからそれとお母さんが少し寂しいだろうけれど親戚の方にでも来てもらえばいいじゃありませんか。人間は、 何もお母さんをどうこうしようというわけではないんだからくまいもしきりに進めるので結局思い切ってそれを実行することに話が決まった僕が送っていくといいんだけれどそれでは相手に悟られる恐れがある神谷さんも連れ立って行かない方がいいでしょう心配だったらそれとなく監視する方法はいくらもあるんだから。 僕が手紙を書きますよ。田舎の方の知り合いの娘さんだということにして、ランコさんは返送をして、その手紙を持っていらっしゃればいいんです。先方が雇い入れることは間違いありません。僕の母の方からも、そのことを言わせておきますから。くまいが具体的な方法を授けた。 そこで3人は一度うちに帰って蘭子のお母さんにこっそりと相談の次第を耳打ちしたお母さんは最初は気の進まぬ様子であったがこうでもしなければ怪獣の襲撃を逃れるすべはないと説かれて不詳不詳に承諾を与えた信頼しきっている神谷青年の勧めを退けかねたのだ たちまちま相談が一結すると熊井は長い紹介状をしたためて蘭子に渡し蘭子は気のみ気のままで神谷に伴われて家を出た途中たびたび自動車を変えて蘭子の親友の S というレビューガールのアパートに立ち寄りそのお友達を古着屋へ走らせたりしてすっかり変装を終わった。 人気女優江川蘭子は忽然としてこの世から消えうせそこの兄弟の前に立っているのは「安名泉の島物にメリンスの帯を締め髪は串巻き同然の田舎洋髪」「薄黒い顔の両頬がポッと赤らんだ上州あたりからポッと出の田舎田舎したしかしなかなか愛くるしい娘さんであった」 素敵、素敵。それじゃ誰が見たってわかれしないさすがにメイクアップはお手のもんだねまあかわいいわね神谷さん蘭子さんのこういう姿も捨てたもんじゃないでしょ神谷とエストが冗談交じりに蘭子の変装を批評し合ったさあ僕はここでお別れだよ 君は一人でこのアパートの裏口を出て田舎者らしくタクシーをねぎるんだねそしていくつも車を変えてできるだけ大回りをして築地の高梨家へ行くんだ田舎言葉がバレないようにね神谷は蘭子を部屋の隅に呼んでそっとささやくのだ私なんだか心細いわ大丈夫かしら大丈夫とも。 僕は別の車で先方の家の前まで君についていくよそして君が無事に奉公するのを見届けて帰るよそれから何か急な用事ができたら僕の家へ電話をかけるがいい僕はすぐに飛んで行ってあげるよまもなくアパートを出たこの可愛らしい田舎娘は神谷に言われた通り自動車に乗ったり降りたりを幾度も繰り返して。 築地の高梨邸に到着した別の車に乗った神谷青年が不思議な尾行を続けたことは言うまでもない覆面霊江川蘭子の田舎娘は奉公先の高梨家の一丁ほど手前で車を捨てると 用意の小さな風呂敷包みを小脇にちょこちょこと同家の門前に近づいていった熊井青年が言った通りそのうちはまるで城郭みたいな厳重極まる構えであった屋敷を取り囲んだ高いコンクリート塀にはドキドキと鋭いガラスの破片がびっしりと植え付けてあるし見上げるばかりの御影石の門中には 門を浮き彫りににしたた鉄板の門が締め切っっままになっている。一体どこから入ればいいのかしらと見回すと門の傍らのコンクリート塀に小さな出入り口がついているのに気づいたがそこにも銅板を貼り付けた引き戸がさも厳重に閉まっていて手をかけてみても一家な開きはしない。いや とのことで小さな呼び鈴のボタンを探し当て、思い切ってそれを押すと、しばらくして庭に人の足音が聞こえ、ドアにカタンと妙な音がした。開けてくれるのかと思うとそうではない。ドアの上部に小さな覗き穴が切ってあって、その蓋が開いたのだ。 三寸四方ほどの穴から一つの目が現れてじろじろとこちらを見ているあの、の私、吉崎花というも蘭子が,がせいぜい田舎風なアクセントで実直らしく言うと今度は覗き穴からニューッと老人らしい手が出てその手紙をつかみ取っていったがしばらくすると。 中から案外優しい声が聞こえてきた。よくわかりましたよ。お前奉公しなさるのか。吉崎さんだね。よろしいよろしい。さあ、こちらへお入りなさい。そして引き戸がガラガラと開いて、 その向こう側に白髪白禅の老人がニコニコ笑いながら立っていた話に聞いた高梨家の執事なのであろう老人の後から玉川砂利を敷き詰めた門内の道を歩いて玄関に入ると薄暗い廊下を幾間がりして奥まった洋室へ案内された。 広いうちの中は老人のほかには誰もいないのかと思われるほどひっそりと静まり返っていた手紙で大体のことは分かったがうちはお百姓なんだねそしてお前さんは女学校を3年までやって中途退学したというのだねよろしいよろしい。よろしい しし分なしじゃ。だがねここのご主人はおまえさんも聞いているだろうが若いお嬢さんでね少し気難しいご病人なのじゃ。今お目見えをさせるからねそのお嬢さんのお気にさえいればおまえさんは今日からでも。 高い給金でがでがきるのだよ。老人は長い廊下の道々蘭子の吉崎花子に丁寧に言い聞かせた彼は無地の紬の着物に同じ品の黒い羽織を着て腰に両手を回し背中を丸くして歩いているさあここじゃ。 お嬢さんは寝台の上に横になっておいでなさるのだがそのお顔を見ようとしてはいけないよもっとも黒い頭巾をかぶっていらっしゃるから見ようとしても見えやしないがなるべく目をそらすようにしているがいい老人は注意を与えておいて静かにドアを開いた「お嬢様、 くまいにたのんでおきました田舎でのコマづかいがお目見えにまいりましたがどうしましてもさしつかえございませんか老人がうやうやしく魚医をうかがうと部屋の中から異様に甲高いまるで笛のような声が「お入りなさい」と答えた。まあ、 ななんてて気のの毒な声をしているのだろう。きっとのどか口がどうかしているんだわ蘭子は好奇心に駆られながら老人の後に従って部屋に入ったそこは十五畳ほどの洋間であったが中央に丸いテーブルと婦人用の飾り椅子が二脚置いてあった。 その奥の壁際に古めかしい天蓋付きのベッドが物々しく据えられていたベッドは薄着布の帳に覆い隠されていたがその絹を通して純白のシーツとぼんやりした人の姿とが眺められた「私、寝ていて失礼だけれど、勘弁してくださいねちいや。 その人に椅子をあげなさい、ね、笛のようなお嬢さんの声が薄犬の向こうから優しく聞こえてきた蘭子は勧められるままに老人と相対してつつましく椅子にかけた「ちいやその人にあのことをよく話して」。 お嬢さんは老人にこの娘を試験させて自分はそばからそれを観察するつもりであろうまず第一にじゃねえ。老人はものものしく始めた「ここへご奉公するとなるとご奉公中は一歩も家から外へ出られないということを承知してもらわんけりゃなりません」。 お風呂はうちにあるし買い物などは別の女中がいるからそれに頼めばよろしい。どうじゃなあんたはそういう辛抱ができるかなええ私構いませんです。私外へなぞ出たくありませんから。ほうそうですかい。外で嫌いかね。そいつは好都合じゃ。 ところであんたのしごとというのはごしょうちのとおりこのおじょうさまのこまづかいなのじゃがさっきもいうとおりおじょうさまはごびょうきなのだからどんなことをおっしゃってもおことばをかえしてはいけませんぞ。ばんじおっしゃるとおりにしてさしあげるのじゃ。わかったかね 私わがままだからそりゃ無理ばっかり言ってよ笛みたいな声がからかうように付け加えたええ何でもおっしゃる通りにいたします蘭子はあくまでつつましやかだ「じいや私この人気に入りましたわ」なんて中順な子でしょうそれに。 可愛らしい顔をしているじゃないの。お嬢さんはすっかりランコがお気に召した様子である。それでは取り決めましても。いいわ。早く取り決めてちょうだい。お休憩もどっさりあげてね。花さん、お聞きの通りじゃ。 親御さんの方へはいずれ詳しく手紙で申し送くるとしてお前は今日からここにいることにするがよろしい別に差し支えはないだろうねああそうかよろしいよろしいところでお給金じゃがお嬢様のお言葉もあるのでこれまでの礼を破って 月五50円ということに決めましょう不服はないだろうね蘭子がお給金などで不服があろうはずはなかった50円といえば大した高級だこの金額から想像してもわがままお嬢さんのおもりはさぞ骨の折れることであろうとは思ったが他の条件は全て申し分がなかった第一、 外出を禁ずるというのが、人目を忍ぶ彼女にとって何よりの好都合であった。いくらわがままだと言って、相手は彼女と同年配の娘さんである。声は笛みたいだけれど、そんなに邪険な性質とも見えぬ。むしろ子供らしい無邪気なわがまま者らしく思われる。ランコはこの様子なら当分ご方向が続けられそうに思った。 ではそれでよろしいのだね取り決めましたよお前の部屋はここの次の間の小さい洋室じゃ方向人にはもったいない部屋だがいつもお嬢様の近くにいてもらいたいのでねさあその荷物を次の間へ置いてくるがよかろう老人の言葉に従って ランコはその小部屋の机の上に風呂敷包みを置くとそこに置いてある兄弟の前でちょっと水繕いをして元の寝室へ帰ってきた「お嬢様では私はあちらへ下がりますが手始めに何かこの子に追いつけになることはございませんか」。老人がが立ち上がって尋ねると、 お嬢さんはムクムクとベッドの上に起き上がって天外の薄着のをかき分けやっとその寝巻き姿を現した見ると彼女の風景は実に異様なものであった洋風のベッドに寝ながらその寝巻きは純和風のたもとの長い派手な友禅ちりめんの長襦袢でそれにキラキラ光る伊て巻きを締めていた。 そして頭から婚礼の綿帽子みたいな形の黒い絹の頭巾をすっぽりと顎のあたりまでかぶっているのだ私、お風呂に入りたいと思うのだけれどその子に酒に行って用意をさせてくれないはなさんではわしについておいで。 湯殿を教えてあげるから「お湯はちゃんとたきつけてあるからお前は湯加減を見て手ぬぐいなどをきちんとしておけばよろしいのじゃ」。老人はそんなことを言いながらまた廊下をたどって立派な湯殿へ案内した。浴槽もも洗い場も一面のタイル張りで 最高が悪いのか、昼間だけれど美しい装飾伝統がキラキラと輝いていた。うん、老人が立ち去ると、ランコは裾をまくってタイルの上におり、浴槽の蓋を取って湯加減を見たり、桶に湯を汲み出したり、海外しく入浴の用意を整えた。しばらくすると、 次の間になっている脱衣場のドアが静かに開いて黒覆面のままのお嬢さんが入ってきたちょうどいい加減でございます。蘭子は手を拭きながら脱衣室に上がってお嬢さんの前に小腰をかがめたさあではねお前も着物を脱いでね私と一緒にお風呂に入るのよ。 そして私の体を洗ってくれるのよ。なるほど風変わりなお嬢さんであった。小間使いと一緒にお風呂に入るなんて妙な趣味もあるものだ。それにしてもあの覆面ズキンをどうするつもりなのだろう。あのまま湯の中へ入るのかしら。ランコはいささか面食らって黙ってつたっ,っていると。 たちまちまわがままお嬢さんの感触声が響き渡った「着物は脱ぐのよ何をぼんやりしているの早くなさいな」「ああこれが月給50円の意味なんだなどんな無理を言われても逆らってはいけないというのはここのことなんだな」蘭子はしかたなく帯を解き始めた。 田舎娘にしては体が少し白すぎやしないかしらと心配しながら次々と細ひもを解いていったおお嬢様、あななたも着物をお脱ぎなさいませんか相手が突っ立ったままいつまでもじっとしているのでそう進めてみると令嬢はやっぱり怒ったような声で「いいからお前お脱ぎそして先へお風呂に入りなさい!」。 と命令した「ああこのお嬢さんはフグの体を恥ずかしがっているんだな」だがそれなれば何も小間遣いなどと一緒に入浴しなくてもよさそうなものじゃないか蘭子は言われるままにとうとう丸裸になってしまったそして大急ぎで湯殿へ入ろうとするとまたしてもお嬢さんの声だ。 美しい体をしているのねお前田舎から出てきたばかりなの嘘でしょ本当はライト劇場のレビューに出ていたんじゃないランコは雷にでも打たれたようにハッと立ちすくんでしまった世間知らずのお嬢さんと見くびっていたらこの人はまあなんて鋭い目を持っているのだろう ねそうでしょうあたしちょーんと知っているのよ不思議なことにお嬢さんの声の調子がひどく変わっていた笛のように甲高い声がいつの間にかしわがれた太い声になっていたすみませんこれには少し事情があるのです。 決して悪意があってしたこ蘭子は,は裸のまま脱衣室のコルクバリの床に座って素直にお詫びをしたもうそうするより他に仕方がなかったのだ何も謝ることはないよその事情ってなんだねもしや。 オンダという恐ろしい男の目を逃れるためではなかったのランコはあまりの不意打ちにもう口もきけなかった <laughs> ランコさん驚いたかいかわいそうに真っ青になっているじゃないかちっとも不思議なことはないんだよ 僕はお前を知りすぎるほどよく知っているんだもの <laughs> それは確かに男の声であったお嬢さんが太い男の声でものを言っているのだ蘭子は息が詰まったようになってもう身動きさえできなかった夢を見ているのかしら気でも違ったのかしら こんなへんてこなことがありうるのだろうか。それとももしや、もしや。ランコはひょいとそれに気がつくと泣きそうな顔になって死に物狂いの声を振り絞った。誰です。あなたは誰です。誰でもない。<laughs> 君が会いたがっている男だよ。ずきんが金な捨てられた。 そしてその下から現れたのはどす黒い皮膚骨張った輪郭乱々と青く輝く両目赤い唇牙のような白羽女だ人間ひだ。ラだ蘭子はそれを一目見ると何か得体の知れぬ叫び声を立てながらドアの方へ逃げ出そうとしたドアハハハハハハ <laughs> ランコさんダメダメそこにはもうちゃんと鍵をかけておいたよほら鍵はここにある <laughs> 欲しいかい欲しければあげないものでもないぜただちょっとした条件があるけれどね 正体を表した人中は赤い唇をペロペロとなめながらさも小気味よげにニヤニヤと笑い出した恥ずかしい丸裸の蘭子は身の置きどころもないように手足を縮めて部屋の隅にすくんでしまったそして子供みたいにべそをかきながら怯え切った目で女の様子をうかがっている人中は今や。 彼の餌食の全身を思うさま干渉することができた。彼はじっと蘭子を見つめていた長い間身ろぎもせず見つめていただがやがて彼の上半身が餌食の方へ前かがみになりその両手が徐々に曲げられていったそしてついには。 一匹のうが今にも餌食に飛びかかろうとするあの不気味な姿勢と変わっていった蘭子は裸身をくくりざるのように丸く縮めて脱衣室の隅っこに小さくなったまま じりじりと迫ってくる怪物の恐ろしい形相をまるで目に見えぬ糸で視線をつながれでもしたようにまじろぎもせず見つめていた <laughs> 怪物は長い牙をむき出しぬめぬめした赤い唇を震わせて身もたえするように交渉した「乱闘」。 今俺がどんな気持ちでいるか君にわかるかね <laughs> 俺あは恐ろしく愉快なんだぜ。<laughs> とうとうと捕まえたね。もうどんなことがあったって話すもんじゃない。だがずいぶん苦労をさせたぜ君は。 振袖姿の女はそんなことを言いながら両手の指で空気をつかむ格好をして隅っこの蘭子の上へ巨大な獣ののようにのしかかっていったあ助けて。蘭子は顔中を口にして死に物狂いの悲鳴を上げたうはははは、フ <laughs> <laughs> 怪獣は相手が怖がれば怖がるほど一層歓喜に燃えて生臭い交渉を続けるのだ長い爪の痩せた指が今一寸で蘭子の肩に触れようとしただが彼女はまだ気力を失ってはいなかった「わあ」と今にも殺されそうな悲鳴を発しながら相手の手の下をするりと抜けて白いタイルの浴室へマリのように転がり込んでいった。 <笑><笑>いよいよ袋のネズミだぜ知っているかねその風呂場には窓というものがないんだよ君はつまり俺の注文にハマってくれたというもんだ <laughs> そして野獣らしい黒い羅針が四つん這いになって ののり、のそり、タイルの階段を降りていった蘭子はいつの間にか浴槽の中に首まで使っていた人間表はネズミをもてあそぶ猫のように急に襲撃するではなくタイルの洗い場にうずくまったままずーっと首を低くしてギラギラ光る青い目で いつまでもいつまでも、さも楽しげに湯の中の餌食を睨んでいた。同じ屋敷の外では、ランコの恋人神谷義雄が、ガラスのかけらを植え付けたコンクリート塀の周りをぐるぐると回り歩いていた。彼はランコの女中暴行を別の自動車で見送って、 彼女が内に入るのを見届けてからも、なんとなく気がかりなものだから三十分余りも屋敷の前に佇たずんだり裏手に回ったりどこか隙見でもする箇所はないかと探したりそこを立ち去りかねていたがいつまでそんなことをしていても仕方がないと諦めて通りすがりの自動車を呼び止めたちょうど彼が自動車に乗り込んだ自分 庭内ではあの浴場の悲劇が始まっていたのだが広い邸内の密閉された湯殿の中とて蘭子がいかに叫ぼうともその声は塀の外まで届こうはずはなかったそれとも知らぬ神谷が人間票の目から恋人を完全に隠しおせたつもりで安堵して帰藤についたのは是非もないことであっただが 虫が知らせたのであろうか。走る自動車の中で神谷の心は妙に落ち着かなかった「これでいいのかしら何を言うにも相手は魔性の人間ひだ嗅覚の鋭い野獣のことだから長い間にはラン子の隠れ家を突き止めまいものでもない蘭蘭子の安全のためには」。 彼女を隠すことなどより人間票そのものを一日も早く捕まえてしまうのが最善の策であるそうして牢獄にぶち込むなり死刑に処するなりにしてしまえば乱子ばかりではない世間全体の安堵である動物園の檻を抜け出した猛獣みたいなやつがのそのそ街を歩いていたのでは東京中の人が枕を高くして寝ることができないわけだ。 それについいてては数日以前から考えていたことがある。「警察力が頼むに足らぬとすればもう他に手段はない」「一縷の望みは有力な民間探偵の力を借りることであった」「私立探偵といえばたちまち思い浮かぶのは明智小五郎だ」 彼なれば警察が手こずった難事件をやすやすと解決したという話をいくつも聞いていることに人間票のような怪犯人には明智こそ似つかわしいのではあるまいかああ、君ちょっと行き先を変えるよ麻布の流戸町だ流戸町のね明智小五郎っていう家へ行くんだよ承知しました私立探偵ですね 運転手が威勢よく答えるおや、君はよく知っているねああ、有名ですからね私は早くあの先生が登場すればいいと待ちかねているんですよどこへ登場するって言うんだいご存知でしょうほら、例の大イト劇場の一見でさランコちゃんを狙っている獣ですわ。 早く明智さんが出て、あの人間とヒの混血児みたいな得手者をやっつけてくれればいいと思っているんですよ。私は江川乱子は大の悲喜ですからね。ああ、そうかい。今にそんなことになるだろうよ。他人の運転手でさえそこに気がついているのだ。なぜ俺はもっと早く明智探偵を訪ねなかったろうと。 神谷は人しを頼もしい感じがした明智小五郎は吸血鬼の事件の後開花アパートの一人住まいを引き払って麻布区竜土町に元彼の女女助手であった文代さんという美しい人と新婚の家庭を構えていたその家庭が同時に探偵事務所でもあった。 夫妻共に探偵好き冒険好きなので家庭と事務所等を別々にする必要は全くなかったのだ低い御影石の門中に明智探偵事務所とごく小さな真鍮の看板がかかっているそこを入って夏目の植え込みに縁取られた敷石道を一曲がりすると。 こじんまりした白い西洋館。玄関の呼び鈴を押せばすぐさまドアが開いてりんごのようなほっぺたをした詰襟服の愛くるしい少年が顔を出したこれも吸血鬼事件で大人も及ばぬ働きをした少年助手小林である幸い明智は在宅であった。 神谷は快く応接室に通され名探偵と初の対面をすることになったのだが彼がちょうど応接前通った頃門前にもう1台の自動車が止まったそしてその中に目を光らせていたのはなんと高梨家の執事と称する白髪白禅の回老人ではなかったか。 神谷は少しも気づかなんだけれど相手の方では門前をうろつく怪しげな青年を見逃さなかったいや老人はそれ以上のことさえ知っていたかもしれない彼は神谷の後をつけたのだそして彼が明智探偵事務所へ入ったのを見届けたのだ老人は車を止めて少しの間考え事をしていたが。 やがて海中から手帳を取り出すとその紙を破り取って鉛筆で何かしたためそれを運転手に渡しながら「この手紙をねここの家の玄関の戸の隙間からそっと投げ込んでくるのじゃよいかな誰にも見られぬよう十分気をつけてな」と命じた。 この運転手ただのやつではないと見えて妙な命令を疑いもせず無言のまま車を降りると忍び足で門内に消えていった名探偵の邸内の応接室ではアームチェアに持たれた明智小五郎の前で。 神青年が人間表恩田との異様な開校以来の全ての出来事を詳しく説明していた明智は例の青年時代からの癖でもじゃもじゃに伸ばした髪の毛の中へ右手の5本の指を櫛のように突っ込みながら時々相づちを打って非常に熱心に聞き入っていたなかなかの長話なので。 その間には美しい明智夫人文代さんが手ずから飲み物を運んで3度もその部屋へ入ってきたほどであったそういうわけでランコは一時安全であるようなものの決して油断はできませんそれにやつは僕に対して深い恨みを持っているのですから僕自身も身辺の不安を感じるのですそこで 先生に警察とは別に女の隠れ家を探偵していただきたいと思ってお尋ねしたわけですが神谷がそう言葉を結ぶと明智は何かしら心配らしい顔をしてその熊井という柔道家ですね高梨家蘭子さんを世話したというその人の住所はご存知ですかと妙なことを尋ねた 知っております浅草の専属町に母親と二人で家を借りているんです電話は聞きませんか確か近所から呼び出しが聞くと思いました大都劇場の事務所へ聞き合わせたらわかるかもしれませんですが何かくまいに御用がおありなんですか神谷青年は名探偵に気癖のあることは聞いていたが これは少し突飛すぎると思った。いや、詳しいことは後で話します。非常に急ぐのです。あなたは恐縮ですが、その電話で大都劇場へ訪ねてくれませんか？明智は卓上電話を指差してせき立てるのだ。熊井君の呼び出し電話をですか？ええそうですよ。僕はもしかしたら熊井君。親子は？ もうどっかへ引っ越しをしてしまったんじゃないかというような気がするのですよもしいてくれれば幸いだがこの探偵は一体全体何を考えているのだろう熊井とは今日のお昼前に別れたばかりではないかその時引っ越しの話など一度もではしなかったそれに熊井には一面式もないはずの明智探偵が彼の引っ越しを予想するなんて まるで狐につままれたような話ではないか神谷は不審に絶えなかったけれど明智の鋭い目がしきりに催促しているものだから聞き返すわけにもいかず言われるままに受話器を取って大都劇場にそのことを問い合わせたわかかりましたかではそこへあなたから電話をかけて熊井君なり熊井君の母親なりを呼び出してみてください。 御用が終わりなのですかええ、用事があるのです明智はすまし込んでいる神谷は仕方なく、今聞いた柳家という酒屋へ電話をつないで熊井の家へ走ってもらうように頼んだもしもし、なあ、熊井さんでございますかあの、柔道をなさる熊井さんですね あの方は今日お昼過ぎ急にお引っ越しなさいましたよえ引っ越したってそれ本当ですかねえ嘘なんか言いませんよなんだかひどく急なお話でしてねタンスだとか台所のものなんか大抵古道具屋にお払いになった様子ですよで国へ帰ったというのだねあの人の国はどちらだったかしら そ,うそれはよく存じませんでしたがというようなことで電話が切れた神谷青年は全く度肝を抜かれてしまった明智が希代の名探偵であることを聞いていただがはっけみではあるまいし見ず知らずの人間が今日引っ越しすることを一体まあどうして言い当てることができたのであろう 国へ帰ったというのですかええそうですしかし先生はどうしてそれがお分かりになったのでしょう詳しいことは後で話します僕はあなたのお話を伺ってあることを心配していたのですそれが今一部だけ的中しましたこの上は現状を調べてみるほかありませんさあご一緒に参りましょうお話は自動車の中でもできますから 明智は何かひどくイライラしている様子で、物問いたげな神谷の表情に応えようともせず、小林少年を呼んで自動車を呼ぶように命じた。実はさっき、お話中に手洗い場へ立ちましたね。あの時、玄関のところを通りかかって、こんなものを見つけたのですよ。無論あなたがいらしってから後で、誰かが投げ込んでいったものに違いありません。 明智はそう言って手帳の切れ端らしい一枚の紙を見せたそれには鉛筆の走り書きでさのような恐ろしい文句がしたためてあった「明智君君は神谷義雄が依頼する事件に断じて手を染めてはならぬ君は今美しい細君と新家庭を楽しんでいる身の上ではないか」 冒険は吉田前もしこの忠告をモチーズして事件の渦中に飛び込むようなことがあれば君は悔いても及ばぬ一大不幸に見舞われるであろう女の仕業でしょうか。神谷が驚いて明智の顔を見た無論です君は女の一味の者に尾行されたのですよ。 その尾行したやつが僕の家へお入りなすったのを見てとっさにこんな脅し文句を書いたのですですがこの一大不幸というのは一体何を意味するのでしょうか神谷はこんな事件を依頼したことを後悔しているような口調であったああっは <laughs> ご心配には及びません僕にはその意味も大方は分かっているのです しかしそんなことを恐れていては探偵の仕事はできやしませんよ僕は脅迫状にはもう慣れっこになってほとんど無感覚ですよ明智はこともなげに言い放ったそうしているところへ自動車が来たという知らせがあったので2人は急いで部屋を出た小林君、君も一緒に行くんだひょっとしたら とばかり手強い敵にぶつかるかもしれんぞ。明智が玄関へ送って出た美少年の肩を叩いていった。あは、お供します。小林少年ははっきりした口調で答えて、さも嬉しそうに駆け出していって自動車のドアを開いた。築地へ行ってくれたまえ。三人が並んでクッションに腰掛けると、明智が行き先を命じた。 車はたちまち走り出す。築地と言いますと神谷はせきたてられるままに、まだ行き先も知らなかったのだ。無論、高梨の家ですよ。お分かりですか君は今、どこから僕の家へいらっしゃったのです築地の高梨家の前からではありませんかその君に尾行してきた男があったとすれば、 途中ですれ違いに見つけて後をつけるなんてことは少しおかしいですからねその男は高梨家から君をつけてきたと思わなければなりません君は気づかれないつもりでいても先方ではちゃんと君の挙動を監視していたかもしれませんよ高梨家の人が僕をですか神谷は明智の考えがあまりに飛躍的なものだから 妙な混迷に陥って後で考えると恥じるような愚問を発したそうですよああ君はあの熊井という男をすっかり信じきっているのですね無理もありませんあの男は蘭子さんの護衛を務めていたほどですからねしかし悪魔の誘惑はどんなところへでも伸びていくのです現に 大都劇場の拝殿番係が恩田のために買収されていたという例もあるくらいです熊井がやっぱり同じ手でやられなかったとは決められませんよ何よりおかしいのは彼の突然の引っ越しですそれも蘭子さんに方向口を世話したその午後ですからね第一柔道家の青年が女中の世話をするなんていうことがへんてこじゃありませんか あなたはそれを疑ってみなかったのですか。飛ぶように走る自動車の中で、明智は丁寧に説明した。そこまで聞けば、いくら混迷に陥っていると言って、明智の心配の意味を悟らないわけにはいかぬ。神谷青年はぎょっとして、思わず明智の横顔をにらみつけた。すると、 あの高梨家に女の手が回っているとでもそうですよ言ってみなければ本当のことは分かりませんが脅迫状といい熊井くんの引っ越しといい僕には何となくそんなふうに感じられるのです熊井くんはその高梨のお嬢さんが不グ者でいつも顔に覆面をしていると言ったのですねあれを聞いた時僕はハッとしましたよ 僕の思い過ごしかもしれません。どうかそうであってくれればいいと思います。しかし、そういう手は悪賢い犯罪者などがよく用いるのですからね。僕はかつてそれと同じ手口を見たことがあるのです。はあ,あ、あなたはもしやその覆面のお嬢さんが。ええ。女の変装でなければいいがと思うのです。指揮証明 そそうだそうだに決まっているああ僕は何という間抜けだったろう。苦心に苦心をして蘭子ちゃんをあのけだものの罠の中へ落とし込むなんて。神谷はもう真っ青になって自動車の床に地段打を踏むのであった。 おい、運転手君、料金はいくらでも増してやるからもっと急いでくれないか人の命に関わることなんだ早くもっと早く彼は気違いのようにわめき立てたしかしいくら急いでみても僕らはもう後手を引いているのかもしれませんよ明智は深い憂慮の色を浮かべて言うどうしてですか ランゴが高梨家へ行ってからまだ2時間余りしか経っていないのですよいや普通なれば心配することはないのですがあなたを尾行したやつがありますからねそいつは僕を恐れているのです恐れているからこそあんな脅迫状を残していったのです何を恐れるのか僕の想像力をです 僕が高梨家というものを疑うかもしれないそれが怖いのですするとそいつは僕らの先回りして高梨家に帰りいつ襲撃されても差し支えないように用意をするかもしれません用意って言いますとさあその用意の手段を僕は極度に恐れているのです無ろん先方へ行ってみなければわからないことです気有であってくれればいいと思うのですが 悪くすると。ランコがええそうですよ相手は人間じゃないのですからね前の例でもわかるように肉食獣にも等しいやつですからね明智はそうつぶやいたまま言いがたき不安の色を浮かべて黙り込んでしまった。 なる贈り物案内した神谷青年の指図で車が適当な場所に止まると3人は急いで降り立ったが明智は車内であらかじめ書き入れをしておいた名刺を小林少年に渡して「君は表に待っているんだ腕時計はあるね」「かっきり10分間だよ」僕たちが高梨の家へ入ってから 10分間経っても出てこなかったら、近くの交番へ走るんだ。そしてその名刺を渡して本書へ電話をかけてもらうんだ。すぐさま僕たちを救い出す手配をしてくれるように頼むんだよ。分かったかいはあ、わかりました。うん。多分そんなことは起こりゃしないと思うけれどもね。ただ万一の用意なんだよ。 さて、明智と神谷とが高梨家の門前に近づいてみると正門脇のくぐり戸が半開きになっていたので構わずそこから入って玄関の呼び鈴を押しただがいくら押しても手応えがない格子に手をかけて試みるとガラガラと大きな音を立てて訳もなく開いたごめんくださいご不在ですか 何度怒鳴っても誰も出てこない。君は僕が呼ぶまでここに待っててください。僕はこういうものを用意しているから大丈夫だけれど、君に万一のことがあってはいけませんから。明智はポケットから小型のピストルを取り出して見せた。神谷が承知の胸を答えると、探偵は靴を脱いで単身薄暗い家の中へ入っていったが、 やや五分もすると、失望の色を浮かべて戻ってきた。やっぱり僕の想像が当たりました。誰もいません。湯殿から納屋の中まで調べてみましたが、人のいた気配はあるけれど、もぬけの殻です。これは本当は空き家なんですよ。女が空き家を借りて、必要な部屋にだけ飾り付けをしたのでしょう。 大接間と奥の方の寝室らしい妖間だけに家具があってその他の部屋は伽藍堂ですよただ不思議なのはつい今しがた湯に入ったやつがあると見えて湯殿の湯がまだ温かいことです明智が異彩を説明したどっかに隠れているのではないでしょうかそれに。 ここの主人というのが果たして恩田だったでしょうか。神谷はあきらめ悪く尋ねるのだ。それは間違いありませんよ。ご覧なさい。これはその寝室の小さいテーブルの上に残してあった、俗の置き手紙です。やっぱり手帳の切れっぱしに、明智君、一足違いだったよ。お気の毒様と。 ぶっきらぼうな走り書きがしてあったするとあいつは先生がここへ来られることをちゃんと知っていたのですね神谷が驚いて言ったそうです敵にとって不足のない相手ですよだが実に残念なことをしましたねこれほど知恵の回るやつですからいくら探したって 逃げた先を暗示するような手がかりが残っているはずはありません我々はひとまず引き上げる他はないのですですがランコは一体どうしたのでしょうかまさか黙って連れて行かれるはずはありませんがそれですよ僕が最善から心配しているのはしかしこういうことになっては僕なんかの個人の力よりも 組織的な警察力に頼るほかはありません僕たちはすぐにあの車で警視庁を訪ねましょうそして捜査第一課長に会いましょう常川課長は心安いのですよそして彼らは高梨家の門を出ると待たせてあった自動車を買って警視庁へと急がせたのであったその結果 警察はにわかに色めきたって、築地の現状付近を洗い立てたのは言うまでもなく、熊井青年の国元への紹介、そのほか少しでも関係のある方面には抜かりなく手を回して十二分に捜査を行ったのであるが、全く何の手がかりをもつかむことができなかった。恩田の借りていたうちの家主を調べたのは言うまでもない。 しかし高梨という白髪白禅の老人がちゃんと正規の手続きを踏み多額の資金を納めて借り受けたという以外には何事も分からなかったそうして一夜が明けたのだがその翌朝ついに明智の恐れていたものが事実となって現れたのであるその朝 神谷義雄の宅へ奇妙な贈り物が届けられた。差出人は誰ともわからない。それを運んできた運送店へ、夜の白々明けに一台の自動車が止まって、神谷義雄のところがきを示し、これをすぐに届けてくれと依頼されたとのことである。贈り物というのは、 大型のシナカバンを縦に二つつないだほどの大きな木箱で、その蓋の上にはのし屋の看板みたいなでっかいのしを貼り付け、胴中をこれも水引屋の看板みたいなべらぼうな水引でくくってあった。大きい花瓶かなんかじゃありませんか。運送屋がそんなことを言って帰ったものだからつい油断をして、 心当たりはないけれど会社関係の人からの贈り物かもしれんと書生に手伝わせて開いてみたのだが開いてみるとまず目を驚かせたのは箱の表面いっぱいに広がっているおびただしい花束であったそれを見た時神谷青年はある予感に打ちのめされて心臓は早金をつくように騒ぎ始めたのだが。と言って。 見ないいわけにはいかぬ。そっと花束をかきのけていくと「ああ果たして果たして」果たして「名探偵の予言は無言らしくも的中したのだ」「そこには全裸体の江川蘭子の死骸がまるでろ人形のように美しく横たわっていたのである」 その白狼のような体のうちにただ一か所美しくないところがあった蘭子を殺したものはその美しくない部分であった喉の,のところにぱっくりと口を開いた赤黒い傷跡。それは何か猛獣の鋭い牙でもって食いちぎられたように見えたのだがふと気が付くと 死骸の胸のの胸上に一風の手紙が載せてあった神谷は無我夢中でその封を切ったがそこには作夜明智の宅へ投げ込まれたものとそっくりの筆跡でさのような忌まわしい文句がしたためてあった神谷君君はあまりに考えのない軽はずみをした。 君が明智探偵を訪ねさえしなければこんなことは起こらなかったのだ。また明智君が作優の警告に従って手を引きさえすれば乱子は無事でいられたのだ。君は取り返しのつかぬ失策をしたのである。明智君にもよろしく伝えてくれたまえ。いずれ十分お礼はするからとね。 諸君のいわゆる人間表より。